はい、皆さんこんにちは。今日はですね、9月の3日木曜日なんですけれども、これからですね、うちの車ヤリスのですね、給油を行いたいと思います。で、まあ今回ね、ヤリス実際走ってみてどのぐらいの燃費なのってのをね、ちょっとご紹介できたらと思います。今ね、ここには燃費計、インフォメーションディスプレイの中の燃費計は 18.0km パーリッターと書いてあります。で、前回の給油から 482.2km 走っております。まあエアコンとかはね、ずっとつけっぱなしなんですけれども、どんなもんですかね。それでは、給油したいと思います。はい、ということで、場所はね、いつものシェルなんですよ。で、給油を、してきました。で、給油結果なんですけど、まず先ほど、走行距離が 482.2km ですよね。で、給油量がですね、ちょっと見えますかね。こちらですね。あ、見えないかな。27.58L ということです。はい。27.58L ですね。ということでね、今、ざっと計算してみたらですね、リッター 17.48 ということで、まあ、試車購入して 17.5 ですね。で、先ほどね、インフォメーションディスプレイに出てた数字は、18だったので、まあ、多少ね、多少モリモリですけども、そんなに大きく、いわゆるこの燃費計と実燃費、まあ、そこまでの大きな違いはないのかなという風な感じでした。で、まあ、今回はね、もう、給油ランプがついてから給油というわけではなく、途中でね、ちょっと給油したんで、本当はもうちょっと入るんですけどね、まあただ、このねヤリスの、グレードは Z、一番上のグレードですけれども、のガソリン車、ミッションは CVT ということでね、そういう車なんですけれども、まあ、燃費はいいんじゃないかなと思います。まあこれが、もうちょっと涼しくなってきて、エアコンとかつけなくなるともう少し伸びるかもしれませんね。ただまあ高速なんかもちょこちょこ走ったりはしていたので、まあその分ね、燃費が良かったっていうのはあるかもしれませんが、ちょっとヤリスのね、燃費についても今後、まあ私が必ず給油に来るというわけではないんですけれども、動画撮れる時にはちょっと動画撮って報告していきたいなと思います。とりあえず今回は、17.5km、パーリッターということでした。まあピノもね、だいたいそれぐらいなんで、この時期はね、エアコンつけるとね、ピノも16から17ぐらいなんでね、まあいいんじゃないかなと思います。それじゃあ、ずっとエンジンつけてるともったいないので帰りたいと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。